この週末、高市早苗経済安保担当大臣は岸田総理について立て続けにつぶやきました賃上げマインドを冷やす発言をこのタイミングで発信された総理の真意が理解できません。 内容不明のまま総理の財源論を聞いたので唐突に感じた次第岸田総理が防衛費を増やすための財源の一部を増税で賄う方針を示したことを批判したのですこれに総理周辺は閣僚なんだから政治生命をかけてこの問題を指摘するのならば辞表を出してやらないと。 それで反岸田でやるってのならわかるけど。